皆さんこんにちは、マダルグルフィジです。では今回はゲレンデはアクシズの脅威 V、ハマーン、アクシズ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、リターンズを倒した後の選択肢を、間違えた形でですね、史実エンドで終わってしまいましたので、今回は少し時間を巻き戻して選択肢正しいものを選んでいきたいと思います。ではまずは、グリプスに残った最後の一機、ノザミアの最高ガンダムマーク2。これをキャラ住んで撃破していきましょう。キャラ住んはすでにですね、アールジャジャに乗り換えてます。で、バーもある程度数揃えましたし、ガザディを量産体制に入ってますので、戦力自体はだいぶ底上げされているかなと思います。今度はしっかり選択肢間違えないようにしましょうね。キターンズとの交渉によってエウーゴは疲弊しています。今エウーゴに対して全面攻勢をかければ地球圏は我らアクシズのものとなるはずです。前回はここノーを選択してしまったので、今回はイエスを選択します。確かにエウーゴを打倒する好機が来ているようだな。至急作戦の立案に当たれ。了解しました。報告します。キターンズとの戦いでエウーゴのコロニー防衛隊が手薄になっているようです。サイド5攻略作戦を提案します。では早速サイド5攻略作戦、これに着手していきましょう。でマーシュマー苦戦という報告がこの後入るんですけども、これは一旦無視しましょう。アーガマはエウーゴの中心部隊です。マーシュマーでは荷が重いのではないでしょうか。いや、マシュマーには十分な戦力を渡してある。これ以上の戦力を割くわけにはいかん。了解しました。マシュマーにはアーガマの追撃を行わせます。ハマン様、キターンズの強化人間に関する情報を入手しました。これをもとに研究を継続することで我が軍でも強化人間の利用が可能になります。強化人間の開発計画もってますね。この辺りもしっかりお金を投資していきたいと思います。我々の志に賛同し協力を申し出ている者がいます。配属先をご検討ください。オリバー・マイとモニク、キャデラックが新しくプレイアブルキャラクターとして入っています。ではまず忘れないうちに早速ですね、サイド5攻略作戦、これ発動しましょう。我が軍はこれよりサイド5攻略作戦を開始する。目標はスペースコロニーサイド5である。諸君らの検討に期待する。お金に決して余裕がある状況ではないんですが、5000かかる強化人間、これやっておきましょう。7000ある今のうちにやります。了解しました。強化人間の研究を開始します。ご報告をお待ちください。では部隊の配置、皆さんにご説明しておきましょう。まずサイド3、ここにはビグザムを置いてあります。そしてアーバーク、崩壊してしまってるんですけども、ここにもビグザムを置いて、グラナダから進行してくる敵部隊を、このアーバーワクーとサイド3のビグザムで迎撃する体制にしてあります。で、地球上空もですね、基本的にエウーゴがすべて地上を抑えているというのがあるので、どこから打ち上げられてもおかしくないということから、部隊はご覧のように均等に配置してあります。では、部隊進行しましょう。サイド5攻略作戦です。サイド5、アクシズ軍30、エウゴ軍37、ユニット数ではエウゴの方が多いですね。ただアクシズ軍の方ですけども、すでにキュベレーが完成していて、ハマーもキュベレーに乗り換えてます。こういうところをうまく使っていければまだ勝機はあるかなというふうに踏んでいます。早速キュベレーを前面に出していきましょう。敵が増援を送ってきてですね、だいぶ手強くなってます。ここはなんとかキュベレーのハマーン、あとはバウを揃えてますので、バウで、持ちこたえて敵をすり減らしていきたいと思います。味方の方はちょっと増援があまり期待できないので、どうしてもやっぱりキュベレーとバウに頼らざるを得ない。そういう戦いになりそうです。ただここを突破できればですね、増援を送ってきた英語軍に余力はないと思うので、
まあ、一気に逆転もできるかなというふうに思いますので、頑張っていきましょう。勝つ小林ですね。また怒られちゃうかな。出るのバウか。ここはなんとか防御でしのぎたいかな。ここも防御でしのぎたい。デューンも死にたくないからな。大丈夫そうですね。残ってくれそうです。まあ、アイザックはどうでもいい機体なので。いなくなったらいなくなったで、また別の機体を偵察用に作り直しましょう。ラカンダカランはハンマハンマに乗ってます。アクシーズ軍の中でも屈指の強さを誇るオールドタイプなので、まあ、このハンマハンマに乗せておくとね、インカムを使った攻撃で火力の底上げができるかなと思います。マーク2撃破です。私に構うからこうなるのだ。ひるめば運。そしてダブルゼータ仕様になったハマン、まあ、敵はメタスと、まあ、これメタスの2スタックですかね。なのでここでメタス撃破しておけば大きいかな。格闘戦に持ち込めれば一番いいので、できれば前衛中衛2機撃破ですね。これで後衛撃破できれば壊滅というところだったんですが、惜しかったかな。メタスの3スタック撃破至らずというところです。イリアもね、まだまだ、成長の途上ですね。これからの成長に期待をしているというところです。まあ、ハマーンを中心にしっかりここで敵を迎撃して数を減らして、逆襲の一撃を加えるそのチャンスを待ちましょう。サイド5で大攻防戦展開中ですが、予想してた通りやっぱり地球からですね、英語軍はどん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 、まあ今ご覧いただいているグレイファントムみたいな戦艦ユニットを使って衛星軌道上に部隊を送り込んでくるので、これの迎撃もねしっかりやっていかなきゃいけないっていう点ではちょっとしばらく苦戦が続きそうですね。サイド5に戻ります。敵はさらに援軍出してきますね。F5 の戦力は、そこがない。手土産を持っていかねば。激戦の末ですが、キューベレーのハマン、それと、まあ、やっぱり、バウですね。これらの活躍によって劣勢をなんとか今跳ね返しつつあります。このまま一気に敵をサイド5の中へと押し込んで奪還していきましょう。はい、ではこの大激戦となったサイド5攻防戦、結果的には大勝利という形で終えることができました。英語軍は総勢多分80ユニットぐらい投入してきてると思うんですけども、それを30そこそこのユニットで壊滅させています。まあ、被害少しは出てますけども、大きな損害は出ていないという状況になります。これ大きいですね。これによって周りのサイド2、サイド6の攻略作戦が提案来てますね。